私たち今の日本政府はそれを守ることができない CO2 の削減目標を掲げているというのは、やっぱりその国民の未来を軽んじているとしか私は思えなくて、日本は、CO2 排出の第5位なので、世界のその責任としてよりもっとアグレッシブな目標を立てていかなければならないところを、各国、他の主要国にと比べても非常に低いパーセンテージだった。コロナのような感染症が増えたりだとか、夏暑くて外出られないとか、四季がなくなるとか、まあ、自分たち今の生活では想像できないようなことが起こり得る数字だと思います。パリ協定の 1.5 度目標というのは、私たちが生きられる世界を求めましょう。そのために 1.5 度までに抑えましょうというみんなの約束です。それは最低でも 1.5 度に守ろうねって言ってるところを、私たち今の日本政府はそれを守ることができない CO2 の削減目標を掲げているというのは、やっぱりその国民の未来を軽んじているとしか私は思えなくて、単純にその今の 46% っていう数字でいくと、まあこのままだとその 1.5 度っていうものを守れない一人一人の声が形になって大きなものを動かしていく日本社会であってほしい。そのためには私たちの未来を作るために必要な人材を国会に送り込むっていう意識をもっと高めて、声を、一人一人の声を集めていくっていうことが、まず、できることの一つかなっていうふうには